どうも、ボビーアテレザーのボビーです。ね、今生息しているのはですね、何ですか、ドラムセットのですね、椅子ね、ドラマが、ね、プレイする椅子のカバーをですね、ボビーアテレザーのロゴを入れて立ちにくれへんかということですね、まあ、ご依頼を。あの和成さんからですね受けたんですけども、まああの今それをですね、カバーしている ところなんですね。まあ非常にこれもアドリブっていうか、どういう風にして作ったらいいかな、もうずっと考えながら、あの図面もねないし、あのけどもこう形になるな感じで、まああのちょっとこうボビーアドレザーのこのロゴをですね、最初はこう見てこのレザーに、打ち付けようかなと思っていろいろ試行錯誤したんですけども、まあこうあの厚みとかいろいろあったりですね、あのスタッズの針っていうか長いからね、それを止める上で、ヌメ側ですね、あの黒で染めて、でそれに、一発ずつこれ3ミリぐらいのやつやから一番難しいやけどね、まあそれをなんとか読めるかな、ボビーアートレザー読める、読めるもう、まあ、まあ僕は読めるとは思ってるけど、まあこれをやって、まあある種こう頭で想定しながら、あ次の工程どういう風にしたら立体になるかなとか、ほんまにピシッとこうねずれたりしたらあかんし、激しいプレーの中でね、うん、やっぱりそれを思いながらですね、今、もう直に止めてええよっていうことで、あのやっぱり安全面を考えるときにこうずれないようにで、これで今あのパッカーですね、仮止めっていうか、まあ、あの押さえて貼ってるところですね。もうほんまはこれカバーとして作ろうと思ったんだけど、もう取れんでええということで、でまあこれでもちょっとこうなんていうの、あの激しいプレイにも耐えるようにということで、まあ今現状のものからこうカバーしたけど、なかなかこう図面もなんもないから、あね、まあ型紙はある程度作ったけど、うん、なかなかあの失敗こからへんからね、これだからね、いつもまあどの仕事でもそうやけど。常にプレッシャーどんどん高い、ね、かっこいいですね、お前こう感じで、こうな感じで、ね、うん、ハンドステッチが、まあ、いろんな手縫い、これも全部手縫いで、ほ、まあ、まあ手作業やからね、基本的にね、そんな感じでまた完成を楽しみにしてください。